はリアルサウンド編集部の戸塚です。本日はドコモオープンハウス2020を体験しにやってきました。では早速体験してみたいと思います。ポイントレーザーがあるんですけど、ちょっとした軽いゲームみたいな感じで番号順にその赤いポイントレーザーを合わせてくださいって出てくるんですよね。それを合わせると映像が出てくるんですよ。ちょっとした映画館みたいな雰囲気です。3階に着くとあれですね、三大フェスの体験で音と盛り上がりとかが見えるのと、私たちが上空真ん中に立ってる設定なんですよ。他の人たちの顔まで見えます。すごい、みんな位置が違うと思うのが2人でやる。今どういう視界ですか？今普通の視界です。あの見えてます、リアルにしてます。あ、始まりました。なんか今降ってます。特典が高いで3種類の特典の種類がありますすごいピュン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 で喋れない。ちょっと小学生みたいな解説になってる。はい、ということで本日はドコモオープンハウス2020を体験してきました。私が行ったところは 5G とエンタメのコーナーを基本回ってきたんですけれども、全体的に 5G になることによって通信速度が速くなることによって、よりバーチャルと私たちの生活が身近なものになったなという実感がありました。特に仮想空間と現実が一体化しているので、仮想空間がよりリアルになっているので、目の前でウルトラマンとバルタン星人が戦ってるみたいな感じで、今まで画面越しで見ていたものが私たちのとリアルに接するっていうか体験することができて、すごく近未来だと思っていたものがもう今すぐそこなんだなと思ってとても感動しました。はい、5G楽しみですね。以上です。